どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイル購入すると最大 50% オフキャンペーンというのが来ておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ね、ユナイテッド航空のマイル購入していくと最大 50% オフということで、待ちわびてた方もね結構いらっしゃるのではないのかなと思います。でね、ちょっと申し訳ないことにですね、公式サイトね、私の方でちょこちょこね、あのキャンペーンやってないからねチェックしているんですけども、今回のねこの 50% オフキャンペーンですね、6月の13日からね始まっていたようで、こちらキャンペーン終了がですね、日本時間の6月の18日14時59分でね終了してしまうという風になりますので、あとねもう1日ないぐらいのキャンペーンっていう風になってしまうんですよね。いやちょっとね申し訳ない限りなんですけども、もしね購入される方はですね、できるだけね早くね購入していただければなと思います。でキャンペーンのね詳細いきたいなと思うんですけども、まずね今回のキャンペーンは先ほど言った通りね、2022年6月の18日14時59分までっていう風になります。で今回のキャンペーンの特典は最大 50% オフでね購入することができます。でキャンペーンのね条件なんですけども、6万マイル以上ね購入していただくと 50% オフでね購入することができます。で今回のねキャンペーンの購入上限なんですけども、最大17万5000マイルまでね購入することができます。でマイル付与時期なんですけども、購入後最大72時間以内にねアカウントの方に付与されるっていった形になります。いやね、ユナイテッド航空のねマイルのキャンペーンっていうのは、まあ大体ね 100% ボーナスとか 85% ボーナスとかね、ボーナスがつくキャンペーンがね非常に多いわけなんですけども、今回ですね 50% オフということで割引でね購入することができるっていう風になりますんで、まあこちらね購入検討されてた方はですね、かなりねいいのではないのかなと思います。で購入する際なんですけども、いつもね言ってる通りですね、アメリカのねキャッシュバックサイト、トップキャッシュバックをね、経由していただくと最大 2.5% 還元ね取れるっていう風になりますんで、やり方に関してはですね、まあ今までね何回か紹介させていただいておりますので、まあ概要欄にねあの利用方法のね動画を入れておきますので、そちらね参考にしてみていただければなと思います。それではですね、1枚の単価ね出していきたいなと思うんですけども、こういった形になります。でユナイテッド航空のねマイルに関しては、購入する際にですね外貨決済にならずに日本円の決済っていう風になりますんで、もうねマイルを選んでいただくと日本円でいくらみたいな感じでね出ますので、非常にね分かりやすいっていった形になります。で今回ね最大 50% オフなんですけども、6万マイルね購入していただかないんですね、この最大の割引幅がね適用にならないっていう風になりますんで、購入される方はですね6万マイル以上ね購入していただくのがねおすすめっていった形になります。でこちらね6万マイルのところね見ていただければなと思うんですけども、6万マイル購入していただくと最大の 50% オフになって、価格がね127,570円っていった形になります。で1マイルの単価なんですけども 2.12 円っていう風になりますんで、マイルのね単価っていうのはだいたいね1マイル2円程度っていう風に言われておりますので、まあ今ね為替レートがねかなり悪いっていう風になるにもかかわらず、まあ 2.12 円であればですね、かなりねいいのではないのかなと思います。またねこのユナイテッド航空のねマイルに関しては、 ANA のね国内特典航空券が ANA でね飛行機を取るより必要マイル数がね少なく利用できたりですね、まあ国際線はですね長距離路線はねちょっと必要マイル数がね多くなってしまうんですけども、短距離路線であればですね必要マイル数もね結構抑えられて、またね燃油サーチャージがねユナイテッド航空の場合はかからないっていう風になりますんで、燃油サーチャージ非常に高いですよね。まあ高い状況であってもね、このユナイテッド航空のマイルで発券していただくとですね、燃油サーチャージかからないっていう風になりますんで、まあこのいうのをね含めるとですね、マイル単価 2.12 円っていう点でもですね全然いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ユナイテッド航空のマイレージの基本情報をねおさらいしておきたいなと思います。まずねマイル発券の部分なんですけども、片道からね発券することができて、誰にでもね発券することができます。またね先ほども言いました通り、ANA のね国内線の特典航空券も発券することができますんで、ご自身のマイルでお友達とね発券して、まあ、旅行行くみたいなね、そういった使い方もね利用することができます。でユナイテッド航空のマイレージプラスは有効期限がねないんですよね。ですので失効することがないっていう風になりますんで、この点はね結構大きいですよね。 ANA とか JAL とかですね、最大3年間っていう風になりますんで、まあステータス持ってるとねまた変わったりしますけども、まあ基本はね有効期限がありますので
ので有効期限がないっていうのもねかなりいいですよね。で先ほども言った通りですね、燃油サーチャージかからないっていう風になりますんで、今ねこの燃油サーチャージめちゃくちゃ高いですけども、ユナイテッド航空で発券していただければですね、国際線ね利用していただいてもですね、空港のね使用料と税金ぐらいでね利用することができますんで、だいたいね必要マイル数と1万円ぐらいでね発券することができるっていった形になります。でおすすめ路線ですね、 ANA のね国内特典航空券ね利用することができますので、羽田の方であれば羽田から伊丹、福岡、札幌、ここは5500マイルからね発券することができます。で伊丹をねメイン空港の方はですね、福岡、札幌、沖縄、こちらね全部5500マイルでね利用することができるっていう風になりますんで、ユナイテッド航空のねマイレージプラスは、まあ、伊丹空港をメインにされている方はですね、もう福岡でも札幌でも沖縄行ってもね全部5500マイルからね発券することができるっていう風になりますんで、こちらねかなりおすすめっていった形になります。またね国際線の短距離路線もですね利用することができて、燃油サーチャージもかからないのでね、かなりおすすめっていった形になります。でまた変更キャンセルに関してはですね、こちら31日以上前ならね無料で利用することができて、それ以降であればですね125ドルかかるっていう風になります。こちらはねあくまでコロナの前の情報っていう風になっておりまして、こちらね特別対応がその時によってね変わってるっていう風になりますんで、まあ私が昨年ねキャンセルした時はですね、トラベルクレジットで返却みたいな感じでマイル返ってこないで手数料かかんなかったんですけども、その後にねキャンセルされた方はですね普通にマイル返ってきたっていう方もいらっしゃいますので、こちらねあのユナイテッド航空のねデスクに連絡していただいて、まあどういった対応になってるかを確認してからですねキャンセルとかねしていただければなと思います。まあその時々によってねちょっと対応変わってるっていう風になりますんで、ちょっと一概にはね言えない部分ではあります。またね経由便とかもね利用することができますので、まあ私もね、何回か利用したことあるんですけども、羽田からね仙台っていう路線を利用したい場合ですね、本来は羽田からどっかまで行って仙台みたいな感じになると思うんですけども、これもね経由便で検索していただけますんで、羽田から伊丹、仙台みたいな感じで利用したとしてもですね同マイル数でね発券することができます。またね乗り継ぎ時間をすごいたくさん取ればですね、羽田から福岡に行くときに羽田、那覇、福岡みたいなね、まあ、そういった感じでも私利用したことあるんですけども、それでもですね同じねマイル数で利用することができますんで、5500マイルでね発券することができるっていった形になるんですよね。こういったね経由便も国内外ね利用することができるっていう風になりますんで、まあこういった形でね利用していただくのもね面白いのではないのかなと思います。またねエクスカーショニストパークっていうねユナイテッド航空にはそういうサービスがあるんですけども、こちらに関してはですねちょっとね分かりづらい部分もありますんで、まあ専用の動画ね出させていただいておりますので、こちらの動画ね参考にしていただければなと思います。このねエクスカーショニストパークっていうのもね非常にお得っていう風になりますんで、ぜひね参考にしてみてください。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイル購入していただくと最大 50% オフキャンペーンということで解説させていただきましたけども、いやね燃油サーチャージがね本当に高いですよね。ユナイテッド航空のねマイレージプラスは燃油サーチャージがねかからないっていうのもねかなりいいですよね。ちょっとね長距離路線はですね必要マイル数が非常に多くなってしまいますんで、まあ長距離路線利用するっていうことになるとですね、大体エコノミークラスがねおすすめっていう風になるわけなんですけども、まあそうであってでもですね、東京から北米とかね考えると ANA で発券すると多分片道で4万円ぐらいねかかってきてしまうと思いますんで、燃油サーチャージでね、まあ、それがユナイテッド航空のマイルであればちょっと必要マイル数は多いですけども、必要マイル数とねプラス1万円ぐらいでね発券することができるっていう風になりますんで、このね燃油サーチャージの部分がですねユナイテッド航空ねお得に利用することができるっていう風になりますんで、今はですねこのユナイテッド航空とアラスカ航空のマイルね、この2つねかなりおすすめっていう風になっておりますので、今回のキャンペーンもねぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。